皆さんこんにちは、 B レジェンド上田です。今回もトレーニング種目の解説していきたいと思います。マシンを使ったサイドレイズ、ラテラルレイズの種目になります。このマシンを置いてるジムがたくさんあるかというと、チェストプレスとかレッグプレスに比べたら多少レアかもしれませんが、もしそのマシンがあるようなジムでトレーニングをしてらっしゃる方であれば、種目のバリエーションとして取り入れても非常に面白いものになりますので、今回はご紹介していきたいと思います。狙える筋肉は三角筋のチューブ、ダンベルのサイドレイズなんかで鍛えられる部位です。で、ダンベルの種目との大きな違いが、ダンベルっていうのはダンベルに対して重力がかかってますけど、この床に対して平行の高さっていうのが一番負荷が強まって、そこから下げていくことによってどんどん負荷が小さくなっていきます。三角筋がストレッチがかかる場所っていうのは一番下下ろした時になると思います。ここに対しては負荷がゼロになります。一方、マシンで行うと軌道が円を描いているので、負荷が高い位置でも低い位置でも抜けにくいというのがポイントになってきます。それではやっていきます。最初にシートの高さを調節します。高さの目安でいうと、マシンの回転軸があると思うんですね。これだと大体この辺が回転軸になるんですが、この回転軸にこの肩の関節が高さが合うようにシートの高さを調節します。シートの調整が終わりましたら、このように取っ手を握ってもらって動作を行います。はい、ポイントなんですが、ダンベルのサイドレイズと一緒で真横に上げるような軌道ではなくて、少しこう前目に小指から上げるイメージをこのマシンでも持ってもらうと、三角筋チューブに刺激が入りやすくなります。このマシン取っ手がついてて、これを握り込んで行う場合、小指だったり薬指だったりの方により力を握っていただくと、三角筋チューブには刺激が入りやすくなります。先ほども申した通り、負荷が上げた時と下げるにあたって負荷が抜けにくいので、下ろしている際、ここについての、動作はなるべく丁寧に行っていただくことによって、より刺激が強まりますので、そこも合わせて、意識をしてください。今回はマシンラテラルレイズのやり方について解説をしていきました。私もつい最近自分のトレーニングで取り入れたんですが、その理由が手首をちょっと痛めてしまいまして、ダンベルのサイドレイズが痛くてできなかったので、代わりの種目としてこれを行いました。今回は取っ手を持って行う方法でご紹介をしたんですが、取っ手を持たずとも動作としては行えるので、肘だったり手首だったり、そういったところに故障が起きてダンベルのサイドレイズが難しい場合であれば、すごくこれは代わりの種目として非常にポテンシャルの高いものになるかと思いますので、そういった点で私はこれにすごく救われてトレーニングを行うことができましたので、そういう風な引き出しとしても使っていただければと思います。以上です。ありがとうございます。